私の名前は吾妻悠心、沖縄県に住む中学校2年生。好きなものはアイドルとガンダム。特技はサッカー。趣味はシャーペン集めである。部活は女子サッカー部。なでしこジャパンの影響で最近できたばかりの部活。そこでの私のポジションはゴールキーパーである。ちなみに私が朝起きて一番にやることはラジオ体操である。休みの日はだいたいアイドルの研究。アイドルも好きだが勉強も好きである。有名難関校を志望している。そんな私の将来の夢は教師である。そして生徒たちに、先生こんなくだらないこと作ってたのと言われるのも一つの思い出である。そんなことを思いながら今日もまたいつものように録画した妖怪ウォッチを見る。そしていつものように動画を締める。さあということで、この動画が面白かったら高評価、面白くなかったら低評価、見た方は、どちらかをお願いします。そうですね、前回低評価だった人が高評価になってくれるということを願ってこの動画を作りました。まあそんなことはないよ。まあとりあえず、今回私の日常というのを動画にしてみました。そうですね、まあいろいろまだ私についてわからないこととかいっぱいあったと思うんで、それを動画にしてみました。次の動画もお楽しみに。ではでは。